オリンピック期間中、売れ行きが好評だった応援グッズ。こちらのユニフォームも金メダル獲得に伴って好調に売れています。スポーツ用品大手ミズノによりますと、T シャツや口元を覆うマウスカバーなど日本代表応援グッズの売り上げはオリンピック開幕前の週と比較するとおよそ5倍に増え、マウスカバーは一時完売したということです。この店舗では日本が金メダルを獲得したソフトボールのレプリカユニフォームなどの売り上げが4倍に増えました。新型コロナの感染拡大で無観客になるなど、開幕前は情勢が不透明だったため売れ行きが低調でしたが、開幕後はメダル獲得などの盛り上がりで客足も一気に増えたということです。